ジャン五世は、ブルターニュお及び、モンフォール博。ジャン四世と、ナバラオ・ーカルロス二世の娘ジャンルド・ナバールの着難。県名校。名高いリシモン・ゲンことアルトゥール三世とリシャール・デ・タンプの二位。百年戦争の一環である、ブルターニュ継承戦争の最中に死去した祖父のジャンド、モンフォールを正式な、ブルターニュ公として数えるため、イングランドでは、 ジャン6世と数えるが、本校ではジャン5世で統一する。バンヌのエルミーヌ城で誕生。1399年、10歳で父が死去するが、父は、かつての政敵であるオリビエド・クリッソンを子供たちの貢献に指名していた。クリッソンは、貢献役を忠実に果たし、フランスオシャルル6世の支持を得て、同年末には継承権を主張しようとしていた。 ブルゴーニュ公フィリップ2世や、娘、マルグリットの婿ジャン1世ドシャティオンなどを抑え、ジャン5世を無事に、ウルターニュ公を位につけた。そしてシャルル6世とイザボード・バビエールの間に生まれた、ジャンヌド・フランスと結婚させ、ブルゴーニュ公を共同の貢献人とした。同時期に、イングランド王族ヘンリー・オブ・ボリングブルックがいとこで、ある、リチャード2世によって追放され、父によって、なんとに、 保護されている際に母ジャンルはボリングブルックに狼落されたとされる。そのため1399年に父が死去した後母はイングランド王に即位したヘンリー4世と1403年に再婚してイングランドに渡った。クリスソンはシャルル6世と相談してジャンゴ世とその弟3人をイングランドに連れ去られないように手を打った。ジャンゴ世は 兄弟と共にゴータン公に引き取られ、フランス宮廷で育った。成長してからは、フランスの内乱に巻き込まれ、オルレアン派とブルゴーニュ派の清掃ではオルレアン派に入り、1406年に、ブルゴーニュ派の狩猟でゴータン公の息子の、ブルゴーニュコージャン一世が娘、イザベルをオリビエド・ブロワと結婚させたことに反発、妹ブランシュをアルマニャック・ハク・ベルナール7世の息子ジャンに嫁がせた。 オリビエの実家、パンティエーブル家はかつて継承戦争で父と敵対した過去があり、ムコア公がブルターニュへ介入すると警戒した、ジャン五世はイゴールレアン派へ接近していく。1410年に、ベリー公、ジャン一世の主導で結成されたジアン同盟に加わり、オルレアン公、シャルル、アルマニアック派公はたまに、ブルボン公ジャン一世クレルモン博、シャルルフ氏と妹、 マリーの夫はランソン・ハクジャン1世も参加し、アルマニャック派が結成された。ジャン5世は積極的に戦闘を行わなかったが、弟のリッシモンはアルマニャック派の武将として、ブルゴーニュ派と戦った。1415年8月、イングランド王ヘンリー5世が北、フランスに上陸、アルマニャック派がイングランド軍を倒そうとして10月25日のアジャンクールの戦いで大敗した。 ジャンゴセイは8000人の援軍を連れて戦場へ向かおうとしたが間に合わず、義弟は戦死して、弟がオルレアン公とブルボン公共をイングランドに捕らえられる事態となった。イングランドに住んでいた母もこの頃には、ヘンリーゴセイに礼遇され、身内を二人も人質に取られた。ジャンゴセイは外交上迂かつな行動が取れなかった。以後彼は、 イングランドとフランスの間を行ったり来たりすることを繰り返していく。1417年にイングランド軍が本格的にフランスの征服に取り掛かると領土侵略を恐れたジャン五世は11月にヘンリー五世と急戦協定を結び、リッシュモンの釈放を求めたが却下された。しかし一方でフランスともつながりを保ち、1418年9月に ムコアコとアルマニャック派の仲介に奔走したが、失敗した。それでも両者は、交渉を重ね歩み寄りが見られたが、翌1419年に、ムコアコは暗殺されることになり、後を継いだムコアコの息子フィリップ3世は、イングランドと結び平和は遠のいた。1420年2月12日、ジャンゴ世の身に危機が迫る。オリビエド・ブロワと母マルグリットに、 和解のための資料と称して呼び出された、ジャン五世は、マッテイ・リシャールと共に、パンティ・エーブル領のシャント僧城に遊兵されたのである。そのことを知ったリシュモンは、犯された悪事を、ただしさんが、ためとヘンリー五世に放名をお願い出るが叶わなかった。妻ジャンルは、夫の解放に動き、弟である王太子シャルルに手紙を書き、二人の子供を、連れて、ブルターニュ議会に乗り込んだ。 そこでの彼女の訴えに、貴族たちが感動し、ジャン五世の救出を誓った。その際、万丈一致で立志門が頭目に指名され、ブルターニュなお時間、ジャンド・マレストロはお長とする、特命全権施設団が、ヘンリー五世と接触、ブルトン軍を指揮して、国の正義を回復するため、立志門を貸してもらえるように請願がなされた。請願は拒否され、立志門は、捕虜のままだったが、 マルグリットは、シャントソーで武装した、数千のブルトン人に包囲され降伏、7月に、ジャンゴセイを釈放した。同月、リッシュモンも、暦分のままながら、解放を許可され、ブルターニュへ帰還して釈放されたばかりのジャンゴセイと、再会した。その後、リッシュモンは、また、イングランドで旅衆として過ごすが、ジャンゴセイは1421年にフランスと同盟を、締結。 関係強化のため王大,大使がリシャールにエタンプ白領を与え、老いのアランソン公、ジャン二世とオルレアン公の娘ジャンヌとの政略結婚も結ばれた。これに対するイングランドの抗議を無視したが、フランスからも信用されず、翌1422年にラロシェルを占領される羽目になった。同年にヘンリー五世が死去。 即位したヘンリー6世の摂政、ベットフォード工場からの交渉を受けると、翌1423年にイングランドへ寝返った。しかし、今度は、フランス側からシャルル7世のシュート名ヨランド・ダラゴンが、ジャン5世に接触、全両校も交えた会議で1424年、三者で、休戦協定が結ばれた。ヨランドはさらに、ブルターニュとの関係を深めたいため、同年に、 イングランドから脱走したリッシュモンを大元帥に、推薦、ジャンゴ星も後押しした結果、1425年3月に、リッシュモンは大元帥に就任、ジャンゴ星も10月にシャルル7世と同盟を結び、ブルターニュはフランスへ復帰した。ところが、1426年にサンジャム・ドブーブローン、包囲に失敗、イングランド軍が報復に出て、ブルターニュを侵略すると、またもや、 イングランドへ倶楽返した。リッシュモンも1427年にシャルル7世の長身ジョルジュ・ドラ・トレモイユとの清掃に敗れ宮廷から追放、フランスとブルターニュの関係は途切れた。1431年になり、再びヨランドがジャン5世をフランス側へ戻すべく交渉を開始した。この交渉に携わったのはヨランドの老親ジャン・ドクランと孫のジルドレで、 ブルターニュとフランスは2月に和平を結び、8月にジャンゴ星の長男フランソワとヨランドの同盟の娘、ヨランドが結婚。翌1432年にブルターニュとフランスとの間で同盟が結ばれ、ジャンゴ星はフランスとの協力姿勢に戻った。1433年に宮廷に復帰したリシモンがヨランドと協力して、クーデターを観光しらトレモイユを追放。 宮廷の主導権を握ったため、以後フランスは、ブルゴーニュとも和睦対イングランド戦略で、領土回復に邁進していった。その頃、ジルは、アンジューとブルターニュにまたがる広い領土を持っていたが、膨大な浪費でそれらを借金の帳消しに、売り払っていた。乱脈を憂いた、ジルの弟ルネとアンドレド・ラバルラ、ジルの実家のラバルケ一族は1435年に、 シャルル七世に頼んでジルを禁地産者にして、彼が所領を売買できないように取り計らった。だが、ジャン五世は、ブルターニュにあるジルの領土を欲しがっていたため、構わず、ジルと売買交渉、1435年と1437年に土地を購入した。ラバル家は憤慨して、ジルの領土を攻撃し始め、安住港、ルネダン中も介入してくるに及んで、不安に駆られた。 ジャンゴセイはジルを懐中するとともに、朝廷に乗り出したり指紋の仲介を受け入れ1438年に紛争は収まった。しかし、1440年5月にジルが教会で暴行事件を起こすと、カシンジャン・ド・マレストロワを派遣して、ジルを捕らえ9月に裁判にかけ、10月に異端の罪で処刑した。裁判では、ブルターニュの官僚が取り仕切り、ジルが犯したとされる。 少年誘拐及び大量殺人はほとんど誇張。鉄造の疑いが見られ、ジャンゴセイが裁判後に、ブルターニュ領内にあるジルの所領を没収している。ことから裁判の正当性に疑問が持たれている。また、事前に、リッシュモンを呼び出してシャルル7世の干渉がないか、確かめ、協力のお礼に、彼へジルから譲られた土地の一部を提供している。ジャンゴセイは、 父と異なり温厚な平和的な性格で、ブルターニュ継承戦争を完全に終結させることに成功した。ジャンゴセイは、常備軍とブルターニュにおける税制により、ブルターニュ公としての権威を保った。芸術と教会の講演者でもあり、いくつかの聖堂の建造を支援した。ジャンゴセイは常に弟リッシュモンの有力な支援者であった。リッシュモンがイングランドの捕虜となると、 身の白金を用意し、後に、フランス元帥となったリシモンの常備軍の要である、ブルトン兵を提供した。結果的にそれが、フランス王シャルル7世の常備軍の基礎となり、フランス王権の強化の原因となる。また、新仏繁栄の姿勢を貫いたリュモンの影響を受け、一貫して、フランスに、好意的中立を保ち、後に、フランス陣営に参加する。しかし、 ブルターニュの反独立の姿勢を貫くことでは、兄弟一貫していたため、ブルターニュ公領外の封建領については、フランス王に単純侵入を行ったが、ブルターニュ公いについては名目的侵入の姿勢を、取った。1442年、52歳で死去。リッシュモンの貢献のもとに、ブルターニュ公倉及び、モンフォール白衣は、着難のフランスは一世が継ぎ、1450年に、 フランソは一世が後継者なく死亡すると、次男のピエール二世が継いだ。しかし、1457年に、ピエール二世も息子がなく死亡すると、リッシュモンが、ブルターニュ公アルテュール三世となったが、1458年に、やはり後継者がないまま死去、最終的においで、待って、リシャールの維持フランソワ二世が、ブルターニュ公を継いだ。ジャンルとの間に七子を設けた。 エチュベリー P61P63 シミズ P35P36 エチュベリー P68 木戸、PN58 エチュベリー P91P94P97 木戸、P98P100 ヒグチ P43P44 エチュベリー P106P108 軌 P P124P127 樋口、P P77P78。エチュベリー、P113P115。清水、ず、P49P52。エチュベリー、P117P123。P130P141。P152P154。P161P162。しみず、P62P72。P75P76。六ぐ口 P97P100P104 エチュベリー P202P206 清水 P143P147P153P155 エチュベリー P234P245P246 清水 P177P180P182P186P246P289 キムチ P134P138 エッチュベリー P146P255P256P261P322P323 ありがとうございます。